今回の講座で参考に作るモーションはなんとたった今動いているこの動画のわしのモーションなのじゃ。まず左右の腕にある前腕 Y と上腕 Y が特におすすめのパラメーターです。この2つのパラメーターはそれぞれ前腕と上腕が立体的に持ち上がって縮むような動きをします。これらを前腕や上腕の回転する動きと組み合わせることでより自然に腕を上げ下ろししているように見せることができます。右腕を例にして作り方を見てみましょう。はじめに右上腕素材を変形しやすいようなサイズで右上腕の Y デフォーマーを作成します。右上腕の回転の中身すべてをこの作成した右上腕の Y デフォーマーに入れましょう。次に右上腕 Y パラメーターを作成します。このパラメーターはデフォルトの値と最大値を0、最小値をマイナス30としておきます。そしてこの0とマイナス30のところで右上腕 Y のデフォーマーにキーを打ちマイナス30の時に縮むような動きをつけましょう。まずはポーズ遷移のタイミングとテンポをイメージするために体の中心で大きな動きである体の回転 Y から作っていきます。重心を浮かせてから移動先のポーズに着地するイメージです。次に体の回転 Z をつけていきます。ここでは重心の横移動を動きづけるイメージで一度逆側に反動をつけてから右1ポーズの Z の値へと移動していき少し行き過ぎてから戻るようにします。体の回転 Y と Z、この2つで大まかな動きをかなりイメージできますのでキーを打てたら2つのパラメーターを選択してグラフエディタに変更。2つのカーブの大きさやタイミングを再生して見比べながら整えていきましょう。 Y や Z の動き出しを早めると落ち着いた動きに、 Y の動き出しのみ遅らせると足を踏み替えるようなニュアンスなどもつけることができます。次に前腕ですが、右1のポーズでは前腕を曲げていますので一度開くキーを打ちます。この時に前腕を開きすぎると後ろから回り込んでくる時に右腕全体がハの字に開いている印象になってしまうため右手がスカートの横に出るギリギリの数値を探すようにしましょう。右手をスカートの横に出せましたらこの1フレームで右前腕前後の値をマイナス1から1になるようキーを打ちます。これにより次のフレームから右前腕がスカートの手前に来るようになります。できましたら右前腕が折り返して持ち上がってくるようにキーを打ちます。このキーのタイミングもグラフエディタで体の回転 Y を見て数値が上がりきった後下り始めたところで遅れて前腕が上がりきり体が落ちきるのに合わせて前腕も小さく反動がつくようにしましょう。必要なものだけが表示されている状態にできたら0フレーム目のキーから最終フレームのキーまでを選択してテンプレートパレットから新規テンプレートの作成で登録します。今回はテンプレートの名称をシーン名と同じにしておきましょう。すべてのポーズ遷移モーションをテンプレートにしていきます。少し根気のいる作業ですがミスタッチに気をつけて丁寧に進めていきましょう。すべてのテンプレートが登録できたらポーズのテンプレートを作成した時と同様に保存先のフォルダを開き見やすいようにフォルダ分けをしておきましょう。表情を変えるときには基本的に動きが目立たないようまばたきをするタイミングに合わせて一緒に変化させましょう。ここでも基本から上1の動きの中のまばたきに合わせてキーを貼り付けます。目を閉じるのに合わせて変化した方が自然な場合と開くのに合わせて変化した方が自然な場合がありますがここでは目が開くのに合わせてパッと表情が明るくなる感じをイメージしてタイミングを調整します。